はい、どうもパチオです。今日はね、あの月曜日、雨予報で1日雨っていう予報だったんだけど、昼ぐらいにうまくいき上がるかなっていう感じだったんですよ。ですけどね、どうやら夜まで降るみたいで、残念ながらね、今も結構降ってるんですけど、まあ、動画撮影はしたいということで無理くり出てきましたけど、今日の話題は、まあ、明日ね、ちょっと晴れそうなんで、もう雨上がったら、週末までは晴れるかな、みたいな感じなんで。まあ、いつもの場所なんですけど、今日はね、何の話をしようかっていうとね、この前までちょっと騒音被害がどうたらこうたらっていう話があったじゃないですか。しばらくおとなしかったんですけどね、まあ、おとなしかった理由はおそらくいなかったからだと思うんですけど、週末になったらちょっとひどいことになってたんで、またちょっと不動産屋さん行ってきたんですね。まあ、第2回苦情を入れてきましたっていうやつですね。はい、ということで話をしていきます。前ね、いつになるのかな、5月の最初2日ぐらいだったかな、あ、違うな、もうちょっと違う日だったと思うけど、一回ね、最近、録音をしてね、自分の家でする騒音の、それをね、まあ、不動産屋さんに持って行って、まあ、年齢の近い、女性のね、まあ、管理会社の、人とね、仲良く、喋りながら、文句を言ってきたよと。そしたらね、同じ建物の、別の人からも、パソコンでね、データが、その騒音のね、映像が送られてきてますよっていう話だったんだよね。で、それからね、しばらくね、あるにはあったんだけど、おとなしかったというよりも、まあ、結局、長時間どんどんやると、撮られる、まあ、僕ともう一人がね、映像で記録してたわけじゃないですか。はい。ということで、それをね、多分、知ったんでしょうね。その苦情のお手紙か何かで。ということで、最近はどんどんやるんだけど、継続しない。10秒もしないぐらい、どんどん、終わりみたいなね。それが1分続くことはないよみたいな。ね、どんどん大きい音立てるのも結構ね、1分間大きい音立て続けるのも結構大変だと思うんですけどね。はい。まあ、そういう風でね、大丈夫だったんですけど、いや、日曜日の朝がね、まあ、多分ね、土曜日の夜、てかまあ、朝早くに出て夜帰ってくる生活を月曜日からずっとしてて、昼間いないなと。で、僕がね、撮影に行ったりするときに、こういう風にね、外に出るときに、扉ドンもやられないし、まあ、寝れもするし、快適だよな、っていう風に思ってたんです。なんですけど、土曜日の夜からね、ちょっとうるさかったんです。まあ、ただね、土曜日の夜はまあ別に俺も普通に、寝れたし、よかったんです。はい、日曜日、はい、ドーンってでかい音でね、まず起こされました。え、なんやってなりましたよ。で、多分ね、上の階の人間が、週末だからさ、朝とか掃除とかしたり、洗濯機回したりとかするじゃないですか。多分その音でね、反応してるような気がするんです。僕の上の階の人間なのか、まあ上から響いてるんで、まあその隣の人間か知らないですけど、一応その動く音は聞こえてるんですよ、僕のとこも。ただ僕は生活音だなって。このぐらいの音で何気にすんのっていうぐらいのレベルだと思ってるんですけど、その音がするたんびに、ドーン、ドーンって大きい音をさせてるんですよ。はい。もうね、これ寝てられんわっていうことで。まあ、起きる時間でもあったんですけどね。はい。起きましたよ。まあ、8時から9時半ぐらいまでずっとそれが続いててね。はい。上の階がね、まあ、静かになったというか、多分ね、外出たんだと思うんですけど、音がしなくなったんですね。で、それでね、しばらくね、静かだったんですけど、11時ぐらいからね、またどんどん言い始めて、で、それが12時10分ぐらいに僕が家を出たんで、その時ぐらいまでずっと続いてたんですよ。こまめにね。映像にも僕はちょこっと残しましたけど、3回か4回ぐらいどんどんどんってやるレベルのね、が、
まあだからそのトータルすると数十回あって、あとその部屋の前を人が通った時にあの扉ドンをね、合計10回はいかないかな、7、8回かな、やってました。まあ正直ね、ちょっとこんなんじゃきついわと。で僕もね、家出る時にその扉ドンの方をまあ、今まで一遍も録音したことなかったし、大体俺がいるとき、俺がその外出るときって扉ガチャガチャやる音が聞こえるじゃない。で、それが、そんなに非常識じゃないっていうところも見せるために、俺が映像を撮ったんですよ。で、まあ、ね、もう家の中にいる状態で、今でもう靴履いて、物を用意して、もういつでも出れる状態にして、ね、よし行くぞ、せーので家を出て、で、もう鍵をもう最初から持った状態。で、扉開けて、扉閉める、で、鍵をかける。で、前を通過するで10秒ぐらいっすわ。で、もう、ね、自転車置き場で、自転車に乗ろうとしてる時に、後ろでドーンって音がしたんですよ。で、ね、自転車置き場ってのは、まあ、外に面してるんで、ちょうどね、その時に、子供が通りかかったんですよ。子供が結構大きい声出して、自転車乗って通りかかってるんだけど、それより大きな音で、ドーンって音が聞こえたんですよ。これ、あ、いいの撮れたなと思って、それでね、不動産屋行ったんですけど、今回はね、女性の方ではなくてね、そこの、不動産屋のね、まあ、管理してる、社長の、方がね、一人で、業務をやって、まあ日曜日だからかもしれないですけどね、やってられて、まあ僕もね、仲はいいんで、今まで何度も何度も、関わってるんで、はい、ということでね、あ、どうもどうも、こんちはっす、みたいな。あ、どうも、パチオさん、みたいな感じで。やっぱ付き合い長いから、顔と名前一致しちゃってる状態。ということでね。あ、またなんかあったみたいな感じで。しばらくおとなしかったんだけど、こうこうこうで、って。で、映像を3つほど見せて、これはひどいね、って。ちょっと、で、どうって、俺が手元で撮ってるから、カチャカチャやる音とか、扉の開け閉めの音も、まあ、それなりに、自分の思ってる感じよりも大きく撮れてると思うんだけど、って。まあ、そうだよね。自分が鍵回してる手と、自分が録音するために携帯を持ってる手ってのは、全く10センチぐらいしか離れてないから、鍵さして、カチャカチャやる音とかは大きく聞こえるよね。で、それよりも、遠くにいる自転車置き場に俺がいる状態で扉をドンってやる音の方が大きいわけだから、それはどう考えても大きい音だよねっていうことをね、ちょっと納得していただけて、まあ、なんとか、ならないかなって。いや、俺の中では、ね、管理会社が、ちょっとこいつ出てけっていうことは言えないはずだから、まあ、契約内容的なことに入れればちょっとあれかもしれないけど、いや、無理だよねって。で、まあ、無理だよねっていう話にはなって、うん、まあ、そうっすよね。でも、これはちょっとひどすぎるなって。で、もう、そこの家で多分確定だから、そこの家だけにちょっとおはがきしますわって。苦情のポストを投函しますんで、って。またちょっと、様子見てもらえませんっていう形になって。もうその日はね、ちょっとひどかったんですよ。まあ、日曜日の朝っぱらからさ、どんどんやって起こされてる。だから上の階の人間が結構ブチ切れてて、下のやつがドンドンってやるのに対して、上の階の誰かが、ドンドンドンってまた返してる。で、その音にまたね、ドンドンって返して、で、ドンドンって返すんだ。お前らほんとフラワーロック一族かみたいなね、そんな感じになってたんですけど。だからね、これ、今のまんまだと、住民出てったりとか、まあ、出てくぐらいならいいんだけど、鉢合わせしてのトラブルとか、絶対起こることになるよって。まあね、どんどんうるせえやつが、人と会わないように努力してんのは俺も知ってるから、なかなか会う機会はないし、まあ、俺も会ったことないんだけど、多分ね、一回すれ違ってるんだろうけどね。
もう俺が一番そのサイコさんの住民なのにもかかわらず、で、その隣に住んでるにもかかわらず、そんな感じだから、普通の人まず会わねえよと。で、俺も他の住民すらもうほとんど、朝早くて夜遅いっていう生活だったからさ、ほとんど会ったことなくてさ。だから、その、まあ、なんかちょっとトラブルになっても困るから、ね、ちゃんと、なんか対策練った方がいいでって言って、まあそういう形でね、ちょっと終わってきたんだけど、なので、またね、なんかちょっとひどい感じになったら、また来るわって。で、その、まあおはがき届いてるはずなんだよね。まあその日の夕方ぐらいに持ってってると思うから。で、さっきね、まあ、雨だから仕方ねえかって家出て、まあ、自転車置き場で、まあ、自転車に乗るために鍵をね、カチャンってやった瞬間に、後ろでドーンって音がしたいや、結局ね、まあね、管理会社の社長にも言ったんだけど、そういうやつってのは、自分が、被害者だと思い込んでるから、絶対自分は悪くねえと。むしろ俺が被害者で、うるさい音で、苦労してるから、この俺のやってることは正当防衛だぐらいに思ってるに違いないよって。まあそれか、更年期障害とか、統合失調症とかの、まあ被害者妄想系の病気か、そういう系だぜって。だから、無理やでって。で、その時にもね、まあ、似たような電話がね、かかってきたりとか、まあしてたみたいだけど、まあちょっとね、それはね、不動産屋さんにかかってきてる、情報の電話だったんで、それは言わないですけど、やっぱね、どこもかしこもそんなようなとこはいるみたい。あるみたい。で、僕の住んでるとこさ、安いからさ、で、多分名古屋の市内で、あんだけの部屋の広さで、この安さっていうのは、あんまりないはずだから、だいぶ俺恵まれてんだよね。だから、ずっと痛いとは思ってんのよ。だから、俺もさ、ずっとここ取り壊しますって、言われるまで居座るつもりだからさ、って。で、やっぱ、ね、不動産屋さんと普通に仲良く世間話ができるって、すごくいいじゃない？居心地いいのよ。だから、もう、隣以外は何も不満ねえんだけどね、とか言って。いや、これは不満持つでしょ、みたいな。そんな感じで終わってきたんですけど。まあ、だからね、将来的にひょっとしたらね、連携取って、動くことになる可能性はあります。まあ、なんだけど、今んとこはね、全然証拠不足、ということで。まあ、僕の中でもね、ちょっと証拠を取るために何かことを、まあ、ちょっとね、スマホだけでは、なんともならないかなっていうような気がするんで、はい。ちょっとね、考えていかなきゃいけないかなっていう気がしますね。ムービーだとさ、結構メモリ食うのよ。まあ、だからね、こうやって YouTube の動画なんかも喋ってると、ね、メモリが足らなくなっていきなりピッて止まったりとか、そういうこともね、たまにあるからね、ちゃんと消しとかないと。だからね、まあ、どのぐらい残せるかわかんないんだけど、ただね、ムービー撮るとね、何年の何月何日の何時に行って撮りましたっていうデータがね、ちゃんと残るからね、それ編集してもね、その元データの日時が残るからね、すごくいいのよ。だからね、短くした、総集編みたいなやつを、10分ぐらいのね、どんどん総集編みたいなやつをね、作るためにちょっと、音声収集しようかなっていうふうに思ってるぐらいにはちょっとね、ムカついてます。まあ、どんどんやられ、総集編まあ、本当は固定カメラでずっと音取れるといいんですけどね。まあ、そういうのなかったりするし、パソコンとかもなかったりするから、ちょっと厳しいけどね。まあ、ね。まあ、今んとこは我慢できないレベルで、まあ、今日もドン音で寝を起こされてるからね、朝。まあ、起きる時間の3分前だったから別にいいんだけど。まあ、とはいえね、どんどんやられるだけでストレスなんで、まあ、ちょっとムカついてもいますし、もうなんとかしようかなとは思ってます。はい、終わりにします。以上、パチオでした。バイバイ。